では最初に代表佐藤よりクラブの紹介を申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、お集まりいただきましてありがとうございます。小田原イノベーションラボからお送りしておりますという案内が事務局からある予定だったんですけどなかったんで、私自らご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。まずですね、ご存知の方も多くいらっしゃるかと思うんですけども、最初に湘南ベルマーレというクラブチームの、紹介をさせていただきます。湘南ベルマーレは総合型地域スポーツクラブということで、多種多様な競技を保有して、広く地域の方たちと関わり合いを持つというような、理念のもと、クラブを形作っているということで、今ここに、記載されているような、多くの競技を保有しております。その中で我々はフットサルという競技を、中心に活動を行っているクラブでございます。で、ベルマーレが、神奈川県の、一番東は鎌倉市になるんですけど、そして北は厚木、でそして西側は、真鶴湯河原という地域をホームタウンにしている中で、私たち、フットサルクラブは、より神奈川県の県西地域を、活動の中心として、置いて、動きを出しているということになっています。いわゆる神奈川県西地域というのはですね、西八町というふうに言われてるんですけど、その西八町に加えて、秦野市の一つの市を加えて、我々は三市八町で活動をさせていただいています。はい、これはですね、今年の5月の22日に、小田原駅前のですね、お城通りという、道路を封鎖して、行った、パレードというかですね、イベントの様子でございます。本当にこの駅前の道路なんですけど、これを後援会のですね、FAO というですね、サポートしていただいている団体がいらっしゃるんですけども、そこの方たちが、シーズンを戦う我々、選手やスタッフに対して、鼓舞をしたいというような熱い思いの中、チームを送り出すイベントを開いていただきました。コロナ禍においてですね、非常にこう開催自体も慎重になるような情勢ではあったんですけど、これだけ多くの方たちが、集まっていただき、この状況を目にした、我々選手スタッフは、中には涙する、人もいましたし、一緒にこう応援をしていただくような姿ですね。この写真こそがこの地域に支えられて、多くの方たちと一緒にクラブを作っている我々を象徴するような一枚なんじゃないかというふうに私は理解しています。はい、で少し F リーグの、紹介なんですけども、F リーグは全国、北は北海道、南は九州、大分のですね、全12チームで、1年間をかけてリーグ戦を戦うというような、日本、フットサルリーグですねとなっており、当然日本の中で、最高峰、のカテゴリーにあたるフットサルリーグでございます。で今回ですね、そんなスポーツチームが、なぜ、社会課題ということに、取り組むのかという理由をまずご説明を差し上げたいというふうに思っております。我々湘南ベルマーレは、今競技性、事業性、社会性というこの3つの柱を掲げて、事業戦略ということで皆さんに、クラブの活動自体を内容を発信をしております。でその中で3番目にある社会性というのが今回の社会課題解決という文脈につながってくるんですけど、まず一人、選手を紹介したいと思います。彼はですね、久光重隆といってですね、2008年から湘南ベルマーレに所属をしている選手でございまして、実は一昨年、がんの闘病の末、残念ながら亡くなったというような、背景がございます。で、彼はですね、ついぞ最後までユニフォームを着てピッチに立つという目標の中、実際にベルマーレの所属選手として、活動をし尽くして亡くなったというような最後を迎えたんですけど、このがんの闘病をしながらアスリート、トップアスリートを続けるという、とてつもない課題がある中で、一つ彼らしいというかですね、我々が
リスペクトをしている活動の形がございました。それは何かというとですね、彼ががんの闘病生活で、抗がん剤治療で定期的に入院を、しなければいけない状況だったんですけども、そこで出会った小児がんの子どもたちですね、に対してサポートをしたいというような活動を生前ずっと行っておりました。私もまあ彼からいろいろと教えてもらったんですけど、小児がんというのはですね、もちろんその重篤なケースになってしまうこともあるんですけど、治るケースも当然あると。で、ただお子さんがですね、がんですよというような宣告を受けたら、まあ、そのご家族やご本人がまあ大きな精神的ショックを受けて、まあ、後ろ向きになってしまうというのはなんか想像できることだとは思うんですけど、久光自身はまあそうではなくて、もう自分はアスリートとして頑張ってるよと。だから大丈夫だから前向きにこう病気を治す方向に向かっていこうよというような勇気づけるような行動をとっていたと。この自分がアスリートとして頑張るという、がんを抱えながら頑張るという大きな課題に向き合いながらも、その小児がんの子どもたちですね、他者の課題に対して立ち向かう姿ということを我々は本当にこうリスペクトをしていて、まあ彼が亡き今ですね、この仕組み自体を引き継いで、クラブの事業戦略の柱の3つの中の大きな一つとして引き継いでいきたいというような思いがございます。で、スポーツクラブが社会課題解決に対して提供する新しい形ってどんなのことなのかなっていうことなんですけど、やはり世の中にこういろいろとこう転がる社会課題っていうのは、私たちがこう見る限りはですね、当事者それぞれがその課題に立ち向かうという形がポピュラーであって、例えば行政の課題は行政、学校の課題は学校の中で解決するというような形が一般的ではあるとは思うんですけど、我々が示し、地域のために貢献していきたい形というのは、湘南ベルマーレというスポーツクラブがハブになって、まあ、いろんな人をこう巻き込んでみたり、つないでみたり、そういったことを、まあ、明るいイメージを持って発信すること自体が、我々が取り組める社会課題の形なんじゃないかなというふうに思っているわけです。で、今、クラブはですね、今年の2022年4月の新シーズンを迎えてから、事業戦略ということで、この社会課題解決事業のプロジェクト数にも、数量化をした目標設定を行っていて、今年に関しては10個の社会課題解決モデルというプロジェクトを立ち上げると。それを3年目に40、そして5年目に160の地域や社会に転がる社会課題に対して向き合っていくというような目標を皆さんにお示しをしているところでございます。で、ここで、今回の、大きな文脈につながってはくるんですけど、そんな社会課題解決事業を目指す湘南ベルマーレがなぜにもってそのトークンであるとかフィナンシェにつながってくるのかと。で、ただこのトークンとかフィナンシェというようなこの仕組みに関して、基本的なことをやはり皆さんにも共有することが第一なのかなということで、ここでほどいさんの登場ということになるわけですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はじめまして、フィナンシェの細井と申します。よろしくお願いします。私は、フィナンシェで今、スポーツチームの皆さん、選手の皆様とご一緒させていただいて、トークンを広めていっている形になります。まず、早速なんですけど、我々でまとめている1分で丸分かりフィナンシェって何っていう動画があるので、そちらをご覧いただければと思います。お願いします。フィナンシェとは、ブロックチェーン技術を活用したトークン発行型クラウドファンディング。スポーツチームやクリエイターの活動をサポーターが応援できる仕組みです。サポーターはオーナーが立ち上げるプロジェクトのトークンを購入することで、プロジェクトを直接かつ継続的に支援することができます。代わりにサポーターはオーナーから特典を獲得できたり、トークンホルダー専用のスレッドでコミュニケーションができたり、投票機能を使ってプロジェクトの意思決定に参加できるなど、プロジェクトの意思決定に参加できるなど
プロジェクトの成長をオーナーと一緒に体験することができます。サポーターはプロジェクトのトークンをいつでも売ったり買ったりすることができますし、支援者のニーズに応じてトークンの価値が上下します。それはサポーターにとって最初から応援することのインセンティブになります。トークンを活用しファンの熱狂を生み出しながらクリエイターエコノミーの創出を応援する Web3 時代の新しいクラウドファンディング、フィナンシェ。はい、ありがとうございます。まあ、この動画だけだとあまりわからないところとか多々あるかもしれないんですけれども、フィナンシェというサービスで今我々私含めてスポーツ担当がおりまして、そちらで今約80チーム、あと選手、リーグ、協会さん、スポーツの協会さんとの共にフィナンシェでトークンを発行している形になります。で、後で佐藤社長からもご説明があるんですけれども、今回ご縁がありましてメルマレフットサルさんと共にトークンを発行して新たなコミュニティを作っていこうという話になりまして、つい先日公開したばかりで本日を迎えている形になります。はい、じゃあ次行っていただいて、はい、でその次に言っていただけますか。開いてます。はい、でフィナンシェっていうサービス何がいいのか、でトークンエコノミーってなんだっけってところの、まあ、簡単なご説明なんですけれども、まあ、今までこのスライドはスポーツチームさんの目線で書いているんですけれども、今までスポーツチームさんってファンクラブがあって、90年代からファンクラブが出てきて、でファンクラブっていうのはどちらかというと双方向のコミュニケーションというよりは年会費とお金を払った方が、チームからの開放誌だったりだとかメールマガジンだったりとか、まあ、そういった一方通行のコミュニケーション、チームからの情報を受け取るだけのコミュニケーションが主流だったと思います。であとは受けられるサービスとしては座席の優先予約券だったりとか割引だったりとか応援グッズが買えるようになったりとか、そういった一方通行でファンが購入をするっていう行動だけっていう形になっていました。でそれが2010年ぐらいからツイッターとかインスタグラムとかいろいろな SNS が普及してきて、それをスポーツチームが活用してくるようになりましたよと。まあ、そうなったらスポーツチームが今まで一方的にこうオフィシャルで発信していた情報よりももっと深いところ、選手のベンチ裏の裏側だったりとか、あと選手のコメント、選手自身が使うようになったりだとか、それに対してファンの方々がコメントを残したりとかいいねを押したりとかライトにシェアしたりとか、そういった双方向のコミュニケーションができるようになってきたのが、まあ、Web2 といわれる2010年からの SNS のところで、今フィナンシェがやろうとしていること、皆さんにトークン発行していただいてやろうとしていることっていうのは、まあ、新しいファントークンコミュニティを作っていこうというところです。でそれって何かというと DAO って書いてるんですけど、事実分散型組織としてもうファンの方々がチームの一員として関わって一緒にチームの何かプロジェクトを作っていこうというような形のコミュニティを作っている形になります。で、まあ、ファンとチームが、まあ、共にビジョンを共有したりだとか、あとストーリーとかアイデアを共有しながら、で共にトークンを持つ皆さんと共に作っていこう、チームのプロジェクトを達成しようという、そこに喜びを感じたりとか、いい世界を作っていこうというのが新しくフィナンシェで行っていることになります。はい、じゃあ次行っていただいていいですか。だからここで特徴的なフィナンシェの中で出していただいているコミュニティの中の例なんですけども、一番というか上のコミュニティのところは教授カップという女性だけの、モーターレースのプロジェクトになります。ここはすごく面白くて、トークンを買っていただいた皆様が、そのトークンの販売した売り上げで、レーシングカートが作られて、それの共同所有者になろうというようなプロジェクトになります。で、その何が面白いかというと、その共同所有して、トークンを買っていただいた方々が、その車を走るまでの過程で、できていく過程で、デザインをみんなで決めようだったりだとか、あと、車に乗ってくださる女性ドライバーも皆さんで投票で決めてこうだったりとか、本当にトークンを持ってくださった方々が自分たちのトークンを権利として使って、でその車がレースで走るまでの過程を一緒に作っていこうというの、そういったプロジェクトを行っています。実際に今年の10月に開催されたレースでこの車がデビューしまして、女性選ばれた女性ドライバーが乗ってレースが終了して、また第3戦第4戦がまた12月にあると思うんですけど、まあ、そこでいろんなプロジェクトが今も、フィナンシェのコミュニティの中で走っているような形になります。上がスポーツの例でして、で下の例は
スポーツではないんですけれども、こちらも今現在進行形のプロジェクトで面白いところで言うと、三島、静岡県の三島のウイスキーのプロジェクトになります。こちらはトークンを発行することで、ウイスキーのプロジェクト、ウイスキーをただ売るだけではなくて、その三島という地域に関係する人たち、関係人口を増やしていこうというようなプロジェクトになります。でお酒好きの方々とか、ウイスキー、僕ちょっとあまりお酒飲めないのであまり詳しくないんですけど、そのウイスキーとかってどんどん価値が上がっていったりとかすると思うんですけども、なのでそのこういった三島のウイスキーに価値を感じてくださる方々が優先的に購入、トークンを持っていると優先的に購入できるよっていう権利をつけることで、まあ、全国のお酒のファンの方々とかに買っていただいて、でその方々にウイスキーただ作ることに参加するだけではなくて、三島っていう町を盛り上げるような形のプロジェクトにもどんどん参加してもらおうというようなプロジェクトになります。なのでこちらもすごく面白いプロジェクトなので見ていただければと思います。他にもなんかフィナンシェはスポーツのプロジェクトが先ほどお伝えした通り約80ぐらいあって、これからもどんどん新しいところが出てきますし、あとエンタメ、文化、地域、先ほどご紹介した三島のウイスキーのプロジェクトもそうですし、動画の中にも出てきていたアイドルだったりとか映画のプロジェクトだったりとか、そういったエンタメ系のプロジェクトもどんどんこれから公開していくような形になるので、なのでフィナンシェアプリダウンロードしていただくと、そのベルマレフトサルザンだけではなくていろんなプロジェクトもご覧いただけることができるので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではここはそうですね、ベルマレさんに、はい、バトンタッチする形ですかね。はい、細井さんありがとうございました。この後もぜひそのままでいろいろお話をしながら進めることができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではまたこちら代表の佐藤よりいろいろとお話ができればと思いますので、皆さんもまた引き続き気になること等あればチャットの方にご記載いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、なんかそのトークンを使ってそのある一定の目的で共感し合った人たちが集まって何かを成し遂げるというような形だと思うんですけど、その何かというのが我々湘南ベルマーにとってはその社会課題解決という、事業だということだと思うんですけど、まずそのなんでその社会課題解決事業を選んだのかっていう経緯を少しだけお話をさせていただきたいと思います。今僕らがこう進めている社会課題解決、いくつかのこう事例がどんどん出てくるんですけど、やっぱり、今、僕らのリソースというと、クラブに勤める、スタッフがメインとなってやることがほとんどなんですよね。で、実際今、クラブのリソースってどれぐらいの規模があるかというと、フロントスタッフで常勤しているのがまず4名ぐらい。で、非常勤がその他に5名ぐらいいて、そのもうちょっと取り巻きの方たちが、あと数人ぐらいの話なんですよ。で、途中で、説明した今年のそのプロジェクトの数でいうと、10個を目的にしてやっていて、4月から開始した、実績でいうと5つ、立ち上げられ、で、今8個の、進行中のプロジェクトがあって、現段階だと大体その10個ぐらいを回せるぐらいのリソースっていうのは揃ってはいるんですけど、お示ししたように3年後40、5年後160というふうな数を達成しようとすると、到底、頭数が、人手が足りなくなる。で、人手に加えて、知恵やアイデアなんかも、足りなくなることが想定されてるんで、広く、同じような志を持った方たちを集める術を、こう整備していきたいというような思いがあって、そのためにはローカルで集まる人たちだけでやるんではなくて、もっと広く人を集める。で、そして、社会課題解決ってその地域課題だけではなくて、全国的に、場合によってはこうグローバルな課題っていうのもあるんで、そういったことにも、手掛けていくためには、オンラインを活用して、で、なんか今回のフィナンシェさんのシステムを採用することによって、広く、同志を募る対象が広がるというふうな見込みで、採用に至ったということです。図式化で、小さな丸と大きな丸があるんですけど、
まあ、今まで僕らがやってたのは少し濃い緑の中で我々スタッフや、我々スタッフに、関心のある方たちだけではなくて、この大きな丸の方ですね、社会課題解決という文脈に関心がある方たちに対してアプローチをしていきたいというのがフィナンシェの導入理由になっています。はい。で、事例を踏まえてどんなプロジェクトを想定しているかということなんですが、この辺の話からベルマールがやってる内容っていうのは詳しくなんか知らせることができるのかなと思うんで、どんどんテンポよくちょっとやっていきたいと思いますけど、フリートークですね。これはどんな事例を発表したらいいのか、ね、まあ細い様からなんかこうどんな感じですかっていうのってなんかイメージあったりします？細井さん。あ、どんな感じというと今回のこの取り組みに対しての感想的なところですね。あ、感想ですか。まだ始まったばかりであれなんですけど、最初僕がベルマレットサルさんからお話しいただいたときは、もう本当にフィナンシェの中ではすごく新しいというか、他にはやってない他のチームさん、スポーツチームさんというとどちらかというと、ちょっとスライド戻ってもらっていいですか。先ほどの丸が書いてあるところの、はい、こちらで一番左にベルマレの事業性、社会性、事業性ってある。大丈夫ですかね。はい、そこで言うとベルマーレの事業戦略の中の競技性っていう部分をフィナンシェの中でやっぱり重視しているようなチームさんばっかりなので、例えばそのサッカーチーム、地域のサッカーチームだとJリーグを目指すっていうようなところに重きを置いて、そこに共感してくださる皆さん、ファンの皆さんとかにトークンを買っていただいて、その集めた収益でチームの強化に使っていって、でそこで J を目指していくっていうような形が、まあ、一つの型みたいな感じになっていたところで、で新たにお話しさせていただいたベルマーレフトサルさんが社会課題解決をやっていて、そこに使っていきたいっていう話をいただいたとき、めちゃめちゃ痺れまして、むしろなんか競技性じゃないんだっていうところに痺れたんですけど、まあ、そこをなぜ競技性じゃないっていうところとかって後で出てくるんでしたっけ。先に聞いちゃって大丈夫ですか。もう聞いちゃってもらって大丈夫ですけどね。なんか、本当に今までの経験のイメージなんですけど、途中でスライドで出てきたパレードみたいな写真あったじゃないですか。うん、で、あれを作り込んでくれた講演会ファオという団体が、なんか考え方の僕の中の根底にあって、はいはい、この方たちって、まあ、約100人ぐらいメンバーとしてはいるとは思うんですけど、このクラブ作りをなんか自ら手掛けてやるというスタンスを取っていて、で、これなんかファンでもなくお客さんでもなく、そのクラブと一体となって活動してるっていうイメージがあるんですよ。で、勝った時はもう当然自分たちのことのように喜びますし、負けた時も自分たちが負けたというような、まあ、表情をしてくれる。でこんなイベントも普通クラブ、大体クラブが主催してパレードやりますっていうことで運営するんですけど、実はこれもクラブ全然干渉してなくて、道路の使用許可とかを自ら皆さん行って近隣挨拶して、そしてこのハリセンを配るとかも、その財源を自分たちで寄付を集めて購入して発注して制作して配布するみたいな、すごいやってくれるんですよね。で、この姿をやっぱり10年ぐらいずっと見ていたときに、競技性を一緒に作り込むという、こともあるかと思うんですけど、それ以外のことを、クラブと手を取り合いながらやる団体が広がっていくと、もっとクラブがもう良くなっていくと思いますし、地域でのなんか存在価値みたいなのを示せるんじゃないかなっていうのが、結構その社会課題に、スポットを当てた理由でもあるんですよ。だから今までね、結構このリアルというかフィジカルベースでそれにも似た団体とのお付き合いがあったんで、今回さらにその Web3 の領域で、まあ、広くもっとその情熱を持った人を集められる方法なんじゃないかなっていうことで、なんかこんな仕組みを取ったと。で、
あと競技性の話になるとどうしてもあのクラブがリードしていくような、うん、あのことにならざるを得ないじゃないですか。知識にしても、うんうん、あの選手をコントロールしてるのも、まあ、クラブですし、でも社会課題解決っていうテーマであれば、この集まっていただいたその同志たち、トークンホルダーっていうんですよね、呼び名としたら、はい、トークンホルダーの方たちが主体的に先頭を切って何かプロジェクトを立ち上げて、そこにうまくベルマーレというコンテンツを活用しながら何か生み出していくみたいな形が作りやすいじゃないかなっていうふうに思ってるんで、その社会性の方に舵を切ってチャレンジするという選択を取ったんですよね。だから細井さん最初行った時に、まあ、あの少し驚きのね、なんかこうリアクションだったんですけど、でもなんかトークンエコノミーのなんか本質をついてんじゃないかなって結構素人ながらに感覚的に思ってた部分もあったんで、はい、はい。なんかこう驚いていただいたことに、すごいなんか僕も嬉しかったですけどね。そうですね。確かに そこで言うと、まあ言ったらフィナンシャルの中で今、いろんな先ほどお伝えしたみたいなスポーツチームさんとかが、まあ勝っていって、そこで昇格していってとか、あのファンの方々に喜んでもらってっていうようなこともすごく大事ではあると思うんですけど、おっしゃる通り、本当にターゲットはファンだけではなく、日本の社会課題に対して疑問を持っている方々とかもターゲットに含まれてくるんで、ものすごい広い人たちにアプローチできるような企画でもあるかなと思いますし、でそこであの先駆者としてベルマレットサルさんがやってくださることで、いろんなそのスポーツチームとかも、そういうなんかこう社会課題解決に取り組むような一つの、もうファーストペンギンみたいな形でやっていただけるきっかけになるのかなと思うので、まあ、そこに我々選んでいただけたのはすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。お、はい。ユーザーはどう具体的に関わりますかっていうふうに言ってますね。これはなんか僕から説明する感じ。じゃあ実際にそのトークンホルダーになっていただいたい人の、まあ、対象をまずなんかこう列挙させていただいてるんですけど、まあそもそもあのこのベルマーレというスポーツチームを使って何かこう解決したい社会課題というのもすでに持っている方たちに入っていただきたい。そして前半で説明させていただいたように、あの人を巻き込んでみたりとか人をつなげてみたりしながら明るい発信をしながらあの向かっていくその社会課題解決方法に可能性を感じていただいている方、そしてまあ、あのシンプルに我々と一緒にその社会課題みたいなものに向き合ってみたいというような、方、そして、まだそこまで深いところまで分かってなかったとしても、まあ、感覚的にこういった事業に触れてみたいとか、どういう仕組みになってるのかということに、まあ、興味があるというだけでも、あのそんな方たちも一緒にこうやって成長していきたいと。あとは、この社会課題に対して、この活動自体ですね、こういった我々の活動自体を、まあ、ただ単純に応援したいというような思いを持っている方に、トークンホルダーになっていただきたいなというふうに考えています。で、じゃあ、ホルダーになった後になんかどんな関わり合いがありますかというようなことなんですけど、まあ、例えば、スポーツクラブを使って、福祉であったり、防災であったり、何か、障害、雇用とかなんかいろんな社会課題っていうのはあると思うんですけど、そのアイデア出しをあのいただきたいと。で、本当にピタリハマるような可能性を感じるようなアイデアは積極的にあの採用させていただいて、もう実施までそのまま突き進んでいきたいというようなことだったりとか、あとは、あの、我々がこう、立ち向かっている社会課題解決事業に対して、こんな企業が、あの、協力してくれると言ってるよとか、この企業に声をかければ、あの、きっと協力してくれると思うんだけど、みたいな発掘ですよね。で、あとは、ま、単純に、その、イベントの参加であったり、プロジェクトの、ま、デザイン、まあ、こういう仕組みで、課題を解決していきましょうよ、というものがあったりとか。で、あとは、ま、世の中に明るいイメージで発信をしていきたいんで、そこにはなんかこう、クリエイティブをこう制作するという作業が伴うんで、例えば動画をあの作成したりとか、
なんか、画像を編集してみたりとか、なんかそんなことをやれるようなスキルの方がいると、なおプロジェクトが進行しやすいのかなということと、まあ、あとはまあ実際に、ある一定の規模の団体になってくるんで、そこをマネージメントしていただけるような、なんかそんな人材の方がいらっしゃったら、そういった関わり方をしていただきたいなというふうに考えています。でもあれですよね。このスキルがなくても全然ウェルカムですよね。そうですね。何かあると思うんですよね。何もないということもないと思いますし、やっていくうちになんか型を覚えて、そう、一緒に成長するっていうこともあり得ると思いますし、本当にその社会課題って、いろんな視野とか、いろんな角度からの目線とか、いろんな人脈がやっぱ生きてくると僕は思ってるんで、なるべく、多くの方がいた方がいいと思ってますし、で、ただ、一つだけやっぱり、なんかこの思いみたいなところに関しては、共感をしてるというような、その一点の、共通項があれば、いいのかなというふうに思ってます。確かに確かに。僕、盛大に飛ばしちゃったところあるんですけど、このスキル、求めるスキルのところも含めて、どんな社会解決プロジェクトを想定してますかっていうところ、僕めっちゃ飛ばしちゃったんですけど、どんなプロジェクトが想定されてるんですか？そうですね。これはなんか事例、そうですよね。この後ね、ちょっと事例が出てくるみたいなんで、そこで詳しく、ご説明をして、で、なおかつ、この今挙げてるこの6つのやってほしいことなんかも、その事例を紹介する中で、いろいろとご説明できるのかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。はい。今回、発行させていただいている、そのトークンのメニューですね。どういった内容があるかというと、1万円、まあ、1万ポイントのトークン、この1種類の、発行サービスというんですかね、をさせていただいているということです。で、これに対しての、何か得られる、こう、リターンという言い方ではないんですけど、得られる権利に関しては、説明させていただいたプロジェクトの参加権と、あとはスタープアットメンバーということで、記念のコレクションを付与するというのが、もう一つございます。この1000円とか、この1000ポイントみたいな説明って、なんかちょっと細井さんに補足をしてもらった方がいいんですか？あ、わかりました。まあ、こうポイントって書いてるところ分かりづらいかもと思うんですけど、結構シンプルで、フィナンシェのアプリの中でトークンを購入したりだとか、いろいろやり取りをしていただく際に、一度アプリでフィナンシェポイントというものを購入いただく形になります。そのフィナンシェポイントは1ポイント1円となっているので、まあ、いわゆるスイカにチャージするような感覚で買っていただいて、でそのフィナンシェポイントを活用してベルマレソルさんの1万円分のこのメニューを買っていただいたりだとか、あと他のオーナーさんのトークン買っていただいたりとかができるような形になります。あと追加して、このコレクションというところの説明も差し上げられればと思うんですけど、スタートアップメンバー記念コレクションというところのコレクションというのは、フィナンシェのアプリの中で表示ができるデジタル上のカードのようなものがございまして、そちらがこちらのメニューを購入していただいた方限定で配布されるような形になります。そのデジタル上のカードには、それ人それぞれに割り振られたシリアルナンバーがついているので、まあ、その人だけが持ってるよっていうような形の証明になる形になります。なんか今後このコレクションを活用してやろうとしていることとかあったりとかするんですか？そうですね。今のところはなんかやっぱりスタートアップメンバーなんだよということが分かるような、なんか証を付与するっていうところからかなというふうに思ってるんですけど、やっぱりこの、なんですか、そのトークンという文脈で言うと NFT みたいな、何か特別なデジタル資産みたいなのを発行して、はい、それを保持してもらうみたいなのは将来的には少し考えてます。すごく面白いと思います。で、これなんかちょっと突然なんですけど、このじゃあ今回そのトークンホルダーになるときに、はい、この1万円を、まあなんかこの、とにかく購入するみたいな感じになるじゃないですか。はい。で、これって、いわゆるそのクラウドファンディングの、なんか寄付金ではなくて、このメンバーに入る、なんか権利になるのか、権利金なのか、入会金なのか、なんかその辺の立ち位置って皆さん、
どうやって説明してんのかなって思うんですけど。ああ、なるほど。まあ、いわゆるトークンというものが、我々の中では、そのチームとかプロジェクトを応援する証として皆さんに購入いただいているような形になるので、なので1万円分、1万円払って1万円分のトークンを得られたその方っていうのは、この社会課題プロジェクトに、社会課題解決プロジェクトに参加する証としてトークンを持っているっていうような形で、説明差し上げている形にはなりますね。なので、他のチームさんとかもチームを応援する証としてトークンを買っていただいているっていうような形になります。そうなんです。ここが意外に僕もいろいろ聞かれるところなんですよね。そうですね。で、なおかつやることが社会課題解決っていうことなんで、何かその恵まれない子供に、寄付するお金なんですかっていうふうに聞かれるんですけど、いや、なんかそういうことではなくて、このプロジェクトメンバーに入る、権利なんです、証なんです、みたいな説明をしてるんですが、それで合ってるということでいいんですよね。そうですね。そちらで合ってますし、あと、まあ、単純にクラウドファンディングと違うところは、クラウドファンディングは お金を支払って、まあ、それが寄付として使われたりだとか、物として自分に返ってきたりだとかする形になると思うんですけど、こちらはトークンがまずフィナンシェのアプリ上で付与されて、そのトークンを活用したいろんな企画をベルマーレフトサルさんが今後アプリの中でやっていくことで、そのトークン、自分が持っているトークン分だけ何かその企画に投票ができるっていうような投票機能だったりだとか、あとなんか限定何名様だけが参加できる抽選だったりだとか、そういったものに参加する権利としても使うことができるので、なので、その、まあ、証として買っていただいたトークンを活用して、ベルマーレストサルさんの何か行う企画っていうのに、自分がその一端を担うような形で、参加する権利としても使うことができるような形になりますね。ありがとうございます。ちょっとフリートークの場面でもう一度、なんかこの辺のところを質問したいなと思いますんで、後ほどよろしくお願いします。はい。社会課題解決活動における選手との関わりですね。はい。これは事例とすると、これがいよいよ先ほどちょっと話題に出たですね。今までこの、7月から、約7ヶ月間ぐらいでやってきた、我々が示す社会課題解決事業の事例になるんですけど、この中で、選手の関わり合いなんかも、出ますんで、同時に説明をさせていただきたいと思います。で、このプロジェクトは、いわゆる動物殺処分ゼロを目指そうという、団体とのコラボレーション企画です。で、皆さん動物愛護にご興味がある方はご存知だと思うんですけども、例えば、こう、身寄りのない犬や猫、鳥や爬虫類なんかも実はあるんですけど、まあ、ひとまず一旦象徴的なところで言うと、犬や猫ちゃんが、生まれすぎて、飼う方がいないというような状況になると、まあ、保健所に引き取られると。で、保健所で、まあ、一定数、保管期間が終わると、どうしてもこの殺処分されてしまうという現実がありますと。で、ただ、まあ、日本は、割とこの関東圏を中心に、その殺処分ゼロを、実現できている都道府県が、多いんですよね。まあ、神奈川県なんかもその一つなんですけど、で、ただ、なんでそれが、実現できているかというと、保健所とは別に民間の保護団体というのが全国各所にありまして、それこそこう寄付やボランティアで成り立っているような団体があって、一時的にその保健所からあぶれた犬や猫を保護をして、そして、土日休日を利用して譲渡会という仕組みでですね、里親を探すというようなイベントを開催をして、まあ、うまくマッチングできたら、まあ、晴れて犬や猫が飼い主が見つかり命が救われるという仕組みになっていて、で、僕ら動物殺処分を目指す中で何かしらこう協力できる、まあ、場面というかシチュエーションを考えたときに、まずはこの保護猫保護犬という、制度とか譲渡会とか、なんかその制度自体を広く発信しようということで、年に1回、その動物愛護団体とコラボレーションしたイベントを開いていると。
で、これ上に乗っかってる写真はですね、子供たちが犬のお面をかぶって、マスクをかぶって、来てるんですけど、これいわゆるエスコートキッズがエスコートドッグになってるというような模様で、で、最初これ本物の犬でやる予定だったんですけど、今まあ全国の体育館の使用ルールで言うと、犬なかなかこう入れられないというルールがあるんで、まあ今マスクで、こうちょっとかわしながらやってると。で、こういった活動をやると、やっぱりメディアに一体何なんですかっていうような、こう、興味を示していただいて、で、その先に、いや、実は動物、保護制度、譲渡会という制度があって、僕らは広く世の中にその制度自体を発信してますと。いうような、動線を引いていると。で、加えて、この日も、体育館の中で、エキシビションマッチを、したわけなんですけど、場外では、各種30店舗ぐらいの物販ブースであったりとか飲食ブースが出たんですけど、そこに出店していただいている方たちは、すべてその動物愛護に関心がある方たちなんで、そういった一つの巡り合わせを、縁を結んで、こういった活動を全国に、年に何回もやれるようにしましょうね、みたいな話で、今活動をしています。で、あとはですね、保護犬保護犬をこう見分けをこうしやすくするために、散歩の時に、紐ですね、リードに、リボンを結びつけるというようなプロジェクトがあるんですけど、そこら辺も、クラブのメディアや、選手の、ツイッターなんかを含めて発信をさせていただいているというようなプロジェクトです。で、続いてはですね、これは小田原にある、ゆりかご園という児童養護施設でございます。で、児童養護施設はですね、僕も、なんとなく漠然と、まあ、親と一緒に暮らせない、何かしらの理由があるお子さんが集団生活をするというような、施設だということぐらいのイメージを持っていたんですけど、まあ、あるきっかけがあって、ここで、アルバイトで働く方からですね、お話を聞く機会があって、で、鳥ってなんかこう目先の課題何なんですかっていうような話を聞いたときに、やっぱり洋服がこう不足していると。で、当然その経済的にも、裕福なはずもなく、年間予算がまあ決められてるんですけど、金額聞いたらやっぱり、1年間それでこう保管するには少なすぎるなんか予算だなというふうに感じて、で、なおかつ、古着をもらうというような、文化みたいなのが あるんですけど、コロナになってから、人の使い古したものをもらうと、コロナに感染するみたいななんか感じの話ってあったじゃないですか。使い回し良くないよね、みたいな。で、そうするともらえる服の数がもう激減してるというような話を聞いて、であれば、なんとかベルマーレが、その新品のウェアを届けられるなんか仕組みないかなということで、で、まずオフィシャルサプライヤーのゴレアドールですね。ユニフォームなんかを提供していただいているゴレアドールに相談を持ちかけて、で、さらにはその福祉的観点のその寄付であったり、なんか施しみたいなのだけだとなかなか継続性も難しいのかなと思ったんで、そのシーズンの売れ残りであったり、型落ちのもの、やっぱり場合によっては廃棄処分みたいな、感じるものも中にはあるんで、それを有効に活用する術として、児童養護施設に新品のウェアを届けませんかというような打診をして実現したと。で、ここに50人のお子さんが共同生活してるんですけど、50人分の洋服って結構な量になるんで、まあ、運搬、に手伝ってくれるようなスポンサーさんに声をかけて、今映ってる車の会社さんなんですけど、まあ、運搬を手伝っていただいて、で、それがまあ、さらに話が発展して、一部資金提供もいただいて、洋服も買い足しするみたいな、なんか姿ができたと。で、これを選手やスタッフと、まあ、お届けに行くみたいなことをやりました。で、行ったら行ったで、また新しい課題がなんかいろいろとお聞かせいただいて、例えて言うならば、美容品とか、コスメ品とか、まあ、ドライヤーとかあるじゃないですか。髪の毛をくるくる巻くコテとか、アイロンとかですね。で、そういったものってなんとなくこう贅沢品に分類されると。
で贅沢品だとなおあの寄付やその譲渡をもらえることが難しくなるんで、まあ、お困りだと。で年頃の女の子もやっぱりすごい いたんで、でそれってなんか贅沢品というよりかはなんか僕らの感覚で言うとまあ必需品だと思うんですよね。であればまあ今回できた仕組みを使って、まあ、今後、家電メーカーとかなんか化粧品会社に、そのまあちょっとワンシーズンぐらいあの過ぎてしまった新商品の、まあ、売れ残りって様変な失礼な言い方ですけどを有効活用しませんかみたいなこう提案をしに行く予定があって、で同じような仕組みでお届けしに行くというような事業です。で続いてはまあこれもあのスポンサーさんなんですけども、段ボールをあの製造しているメーカーさんで、でその、企業さん自体があの段ボールをなんか切り取り線みたいなこう加工をして何か他のものにこうトランスフォームする変化するみたいなあの新規事業を立ち上げられているというような話を聞く機会があって、で おもちゃになりますみたいな感じなんですよね。でそれをなんか我々の方で話を聞いて、これ面白いんで、例えばこれが運動できるようななんか簡単なおもちゃになるみたいなのを一緒に監修しましょうと。でさらに言うと、あの東日本大震災の時にあの避難所生活を、されている状況の中で、あの子どものおもちゃがなかったりとかして、うん、なんか遊ぶ機会であったりとか、場合によってこう運動する機会が結構見つけにくかったみたいなこう話を聞いたことがあったんで、であればその災害備蓄に入れる段ボールをこのおもちゃに変化するような段ボールにして、何かそういった状況になった時にその子供が運動する機会を創出できるんじゃないかというようなことを今推し進めています。で今神奈川県のエリアの幼稚園保育園になんかこの段ボール、災害備蓄を入れる箱はなんかこのトランスフォームできる段ボールにするために企業さんに何か協力を仰いだりとかしてあの進めてる最中ですね。はい。でもう一つ次の事例で、これはもうシンプルにあのリサイクルウェアなんですけど、まあ、やっぱりなんか環境配慮型の事業っていうのはスポーツクラブもやっぱり取っていかなきゃいけないとは思ってますん で、ただ洋服の消費ってなんか僕らも結構あるんですよ。で、その中でまあ、少しでもそのリサイクルにつながるような活動をしたいということで、今年、サポーターさんや、ホームゲームの来場者の方たちにお声掛けをして、使われなくなったポリエステルウェアを回収をさせていただいて、で、それをこうリサイクルに当てると。で、12月の17日にホームゲームがあるんですけど、そこでそのリサイクルウェアですね、を、まあ、新規発売するみたいな、こう、企画があって。で、これはなんか地域になんかそんな文化が根付けばいいなっていうふうに思っていて、それの、なんていうんですかね、この先駆者としてベルマーレがなれればいいな、みたいな感じで進めています。でこれはまあ、シンプルに先ほどの久道重隆が行っていた、小児がんを抱える子どもたちの啓蒙啓発活動っていうのをもう定期的にやらさせていただいているというような事業でございます。ちょっと時間もあるんで、この辺は駆け足で、いきたいと思います。で、どんなコミュニティを作っていきたいかっていう話なんですけど、やっぱりなんかクラブが一方的に何かをするのに、ただ単純にサポートをするというような形ではなくて、なんか同じ目線で、作っていく、まさになんか同志みたいな格好のコミュニティを作りたいというのが、まあ、第一の希望ですね。で、これなんか細かくいろいろと書いてあるんですけど、なんとなくクラブが今、思い描いている今後、地域や地域企業や今回のそのトークンホルダーを含めたクラブに関わる方たちとの、まあ、関係性を示したなんかイメージ図で、まあ、今まではクラブが一方的にやっていたことをなんかみんなの知恵をこう寄せ集めて作っていく。で、クラブは誰のものなんだっていうようななんか概念とかもやっぱなんか僕みんなのものだと思っていて、うまくその巻き込む力とか人をつなげる力であったり明るく発信できる力を、まあ、皆さんになんか
クラブをなんか使っていただきたいなというようなイメージを持っています。で、購入方法ですね。この辺は多分細井さんの方に説明していただいた方がいいのかなというふうに思います、はい、お願いします。こちらも動画があるので一旦ご覧いただいて、まあ、後でこれの YouTube で検索しても出てくるのでご覧いただければと思いますが、一度ご覧いただいた方がいいかなと思います。それからもう後で見ていただく形にしますか。大丈夫ですか。ではそうですね、時間もあるので後ほど見ていただければと思います。もし時間あったら最後にちょっとご説明するような感じにしようかなと思います、はい、購入方法については動画を見ていただければと思いますが、基本的にはフィナンシェのアプリでのみの購入になるので、一度フィナンシェという形で、iPhone だったら App Store、Android だったら Google Play でダウンロードいただいて、そちらで湘南ベルマーレフトサルさんを検索していただいて購入いただくような形になるので、具体的な購入方法は後ほど動画にてご覧いただければと思います。であと、まあ付随してなんですけど、坂下さん、これご質問いただいてるの、はい、そうですね、はい、はい、お願いします。山崎さんからいただいたご質問で、1万円も2万円も3万円も権利は同じということでしょうか、というより選択肢は1万円 のみということでしょうか、というようなご質問をいただいておりますが、こちら結論から言うと、1万円買っていただいた1万円のメニューを例えば3口買っていただけるとすると、権利は同じか同じじゃないかというと同じではないです。3万円だと3万円分のトークンを持っていただくような形になるので、何かしらそのトークンを絡めた投票企画だったりだとか、そういったものが行われるときに多くトークンを持っているとその多く投票ができるというような形にもなるので、なので多くトークンを持っていただいた方が、まあ、ベルマレットサウさんの何かやられる企画とかに自分が多く参加できるような形になると考えていただいて構いません。まあ、そういった企画は今のところベルマーレフトサルさんのところでは出ていないんですけれども、この初回のファンディングが終わった後とかに、もちろんフィナンシェの我々とベルマーレフトサルさんと一緒に企画を考えていって、皆さんに楽しんでいただいたりだとか、あと社会課題解決につながるような企画をどんどん出していければなと思っております。でトークンっていうのは補足なんですけれども、1万ポイント買っていただいたら1万トークンがもらえるわけではなくて、最初の今開催中のあと34日間ある初回の販売期間で合計で200万トークンを皆様に配布する形になります。でそちら200万トークンがどのように振り分けられるかというと、ちょっと口頭で説明するので分かりづらいかもしれないんですけれども、例えば合計この期間中に皆様から200万円の支援をいただきましたとなると、200万円を200万トークンで割った金額が出るんですけど、そちらがトークンの初値という形で決定されるような形になりますので、皆様から200万円ご支援いただくと1トークン1円になりますので、200万トークンが買っていただいた分なんで1万円だと、1万円買っていただいたら1万トークン配布されるような形になります。これが400万円皆様からご支援合計でいただけた場合になると、1トークンあたりの価格が2円になりまして、なので1万円買っていただいた方には5000トークンが配布されるような形になります。なのでこちら のメニューの今映っているメニューのところの表記では1万ポイント分のトークンというふうに書かせていただいているので、なのでこの初回の今実施中の販売期間で皆様から買っていただいた合計の金額によって皆様に配布されるトークン数が変わってくるというような形になるので、まあ、そちらもご理解いただければと思います。はい、その他ありがとうございます。はい、気軽にいただければと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、口頭でミュートを解除していただいてご質問ある方はご質問いただければと思います。あまりかしこまらずどんなことでも、はい、チャットでも構いません。ありがとうございます。大村さん、ありがとうございます。小田原から離れたところに住んでいるので、オフラインのプロジェクター参加は難しいと思うんですが、オンラインでかかることができるプロジェクターありそうでしょうかというところなんですが、ここは、佐藤代表から。もちろんありますね。だから今回、このオンラインを活用したフィナンシェさんのサービスを採用させていただいたのは、まさに広く、この地域にいらっしゃる方も、いらっしゃらない方も、参加できるというような仕組みを作っていきたいんで、必ず皆さんが参加できるような形は作ります。
ありがとうございます。ありがとうございます。僕からも質問いいですか？はい。出てます。なんかいろいろと今やられてるような社会課題解決の事例を出していただいたと思うんですけど、なんかそこに対して、例えば今やっている授業とかで、トークンホルダーがトークン持ってることで関われるとしたら、どういうような企画があるのかなっていう単純な疑問なんですけど、なんかありそうですか？まあ、なんかその方々の、なんかこう、興味が湧くことによって変わってくるのかなと思うんですけど、まあ、例えばですけど、さっきの児童養護施設に、お届けしに行くことを一緒にやりたいという、なんかそんな、お考えをお持ちの方がいれば、なんか一緒に届けに行くとか、なんか単純なものもあったりとかもしますし、場合によってはなんか企業をつなげてもらって、その、お届けする物品を増やすみたいなのをお手伝いしていただくっていうこともあるかもしれないですし、じゃあこの、仕組み自体を、僕は社会課題解決って横の地域とか横のクラブチームにこの仕組みをシェアしていくことも一つの務めだと思ってるんで、なんかそのやり方みたいなのをまとめた、なんかノウハウ書みたいなのを作成する、制作するみたいなことになれば、何かそのビジュアルを扱う仕事の方たちが活躍できたりとか、先ほど申し上げたように動画に編集するみたいな作業もまあ出てくるんですよ。これも僕らも今までは内製でクラブスタッフが動画編集して、発信とかするんですけど、まあ撮った素材をなんかもっといいものにすごいクオリティ高く編集できる方って多分世の中にたくさんいらっしゃると思うんで、そういったところで活躍していただくとか、で、場合によってはなんか、社会課題のアイデア出しみたいなので、何かご意見をいただいたりとか、なんかそんなところがあるんで、今まで僕らがやってて人手足らずになるところを補完していただく方法っていうのはすごいたくさんあるじゃないかなっていうふうに思っています。なるほど、なるほど。なんか僕もさっき聞いてて、プロジェクトの中で段ボールとか、あと、犬、ワンちゃんのところとかもそうですし、なんか特に段ボールとかだと、なんかこう、アイデア出しのところで、例えばトークン、先ほど僕がお伝えしたみたいなトークンを活用したトークン投票とかで、その段ボールで作るおもちゃを何が作りたいですかっていうような投票で皆さんで決めたりだとか、なんかそういうのとかも、もっともっとライトに、オンライン上だけで関わっていくような企画とかも出していけたらすごく面白そうだなっていうふうに思ってるので、なんかワンちゃんのところで言うと、できるかできないかは別として、リボンつけてるっていう話だったんですけど、そのリボンのデザインをみんなで決めようみたいな話で、4択ぐらいからトークンホルダーの方に選んでいただくみたいなところとかもやっていければ面白いかなと思うので、なんかそういう、はい、トークン持ってくださるライトな関わり方できるかなといいと思います。今ご質問でいただいている富永さんからの質問で、時間的にトークン支援しかできない可能性があるんですけど、そのような関わり方大丈夫かっていう話とかもつながってくるかと思うんですけど、全然そのそうですね、はい、そのいうトークン支援だけでもすごくありがたいですよね。もう大変ありがたいですし、もともとなんかこんな人たちにトークン買ってほしいですっていうふうに、6個ぐらい列挙させていただいて、5個ですね、列挙していただいたんですけど、まあ5番目の社会課題に対しての活動自体を応援したいという文脈でも非常にありがたいですし、やはりなんかこのトークンを保有する人が増えていくと、やっぱりそのトークン自体価値も上がってきますし、我々のやってる活動自体も価値が上がっていくっていう仕組みにはなってるんで、もう全く無意味ではなくて、ありがたい関わり方の一つであるというふうに思ってます。そうですね。あとは実際にオフラインとかリアルにこういう生のライブでつながって何か活動に参加するっていうのは難しいかもしれないですけど、 SNS 見る感覚でそのアプリを開いていただいて、ベルマーレフトサルさんのコミュニティ見ていただいて、先ほどお伝えしたみたいなトークン持ってて参加できる投票企画とかに時間の空いた時にシュッと参加していただいて、でそちらで自分が投票したものが選ばれて形になっていくっていうような体験とかもしていただけると思うので、いろんな関わり方がさまざま皆様にあるかなと思うので、そちらもぜひご検討いただければなと思います。それをなんか見たときに、なんか自分が関わってるからこそ、なんかその課題解決が実現できたんだというふうに、なんか思ってもらいたいなというふうには思ってます。
そうですね。確かに。実際に関わった、本当に投票だけでも関わったと、プロジェクトが世の中に広まっていくっていう体験ができるってなかなかないと思うので、はい。富永さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、他にご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。そうですね、もし時間も時間でございますね、もし内容でしたら、じゃ最後にここで、はい、そうですね、最後にお二人から一言ずついただければ。もう一個質問です。いいですよ、ぜひお願いします。多分皆さん、ちょっと気になっているところあるかなと思うんですけど、先ほど寄付にお金はいかないっていう話だったと思うんですけど、なんか今回集めたお金とか、まあ、これからもこうトークン販売とかでなんかいろいろやっていくと思うんですけど、まあ、そのお金の使い道というか、まあ、どのように自分が支援したものが使われていくのかなっていうところとかは皆さん気になるかなと思うんで、まあ、そことかもあれば伺いたいです。そうですね、一つなんかもう現段階ではっきりしていることは、クラブが進めるその競技性、事業性、社会性って3つの柱があるんですけど、社会性の活動に全額をつぎ込んで活用させていただくということは、もうすでに決めていることです。でその中で、どういう活用するのかっていうのは、なんかこう出てきたそのプロジェクトごとに変わってくるのかなというふうには思っています。でただまあ常に細かくすべて何ですか、明細を皆さんに共有するっていうところまでは多分届かないとは思うんですけど、まあ、少なからず有効に使って、でそれがしっかりと皆さんがこう目に見えた形で、そのどんな活動に活用されているのかっていうのは分かるようにはしていきたいなっていうふうに思ってます。うん。なので、まあ、すごい変な話なんですけど、強化とか、なんかその、そっちの方には、行かないという。選手を応援したいっていう文脈となんか少し違うっていうのだけ理解していただけると、ありがたいかなと。それが今回、ベルマーレが取り組む、その社会課題解決というものにスポットを当てたそのトークンエコノミーの作り方なのかなというふうに思ってます。そうですね、社会課題解決に全振りしていく、かつこの社会課題解決を、まあ、促進していくこのコミュニティの活動にも使われていくみたいなイメージですよね。なのでなんか皆様が、まあ、こういうトークン買うことで関わっていくで、その社会課題が解決されていったりだとか、あと皆様と楽しまなければやっぱいけないと思うので、なんか皆様楽しめるような企画とかも今後おそらくやっていただけると思いますし、僕らからもそのベルマーレ主催者にどんどん提案していければなと思っているので、なのでトークン持ってよかった、トークン持ってるメリットあるなっていうふうに感じていただけるような、そういったコミュニティに僕らもなっていけるように手伝っていければなと思っております。クラブ運営費になるのではないですね、すごいですねって言っていただいてます。はい、そうですね、そのクラブ運営費ということも、なんかこう捉えようによっては、僕らその社会課題解決をやること自体もクラブの、活動の一環なんで、まあ、クラブ運営費といえば、なんかクラブ運営費なんですけど、なんかその選手強化費とか、なんかこう、なんでホームゲームのなんか試合運営費ではないというような感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、もしご質問ないようでしたら、はい、これにて終わりにしたいと思うんですが、大丈夫そうですかね。そうですね、最後にまあ一言だけ、この今回の仕組みっていうのは、なんか僕らから言うのもなんかちょっとおこがましい感じなんですけど、非常にこう画期的だと僕は思っていて、で、スポーツクラブがその地域に対してどういったこの存在価値を出していくのかっていうことの、なんかこう成功事例になる、なりうるなというふうには思っていますし、で、また逆にその地域やその社会課題を抱えた方が、そのスポーツクラブというのを活用して、何かこう成功事例をこう示していけるの可能性を本当に秘めてるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、最初にやり始めってなかなかこういろいろとわからないことがあって、
うまく進行できない部分がもしかしたら出てくるのかもしれないんですけど、まあ、大きな挑戦だと本当に思ってるんで、ぜひともみんなでこう力を合わせて、まあ、新しい形をこう生み出すというような気概を持って取り組んでいきたいと思うんで、何卒よろしくお願いしますということを最後に申し上げたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。細井さんからも最後一言いただけると。はい、先ほど佐藤社長がおっしゃってくださった通り、かなり画期的なプロジェクトだとフィナンシェ全体としても思っているようなプロジェクトでございますので、先ほど僕が簡単にご説明したWeb3 っていうような今のトレンドの中のコミュニティでもあるので、それって一方通行でクラブからの発信を受け取ったりとか、クラブがやることに対してそれを受けるだけではなくて、そのトークンを持つことによってトークンホルダーも意見をしたりだとか、アイデアを出したりだとか、そういったことで生まれいいコミュニティができてくるかなと思うので、まあ、少なくとも今日参加してくださっている皆様って、メルマレフトサルさんをかなり応援してくださっている皆様だと思いますので、ぜひぜひトークン買っていただいた方には、コミュニティの中でいろんなアイデアとか意見とかを出していただいて、メルマレフトサルさんの運営さんを困らせるぐらいやっていただけると、で、僕らにどんどん質問が来て、僕らも中に入らざるを得ないようにしていただけると、すごく嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは本日のオンライン説明会、これにて終了したいと思います。山崎さんからも今コメントいただいておりますが、ぜひこういった共感していただいた方に答えられるような形で、コミュニティ作っていって一緒に活動していきたいと思っております。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。もしまたご不明な点ございましたら、フィナンシェ上のオープンチャットですかね、とかでもコメントできるかなと思いますので、ぜひぜひ、コメントいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。僕も見てます。僕も見てます。ありがとうございます。それでは、皆様ご退出いただければと思います。本日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。